皆さんこんにちは、ドキドキマネージャーのコミネです。本日はコンビニで変わった食材を発見したので、それが何か言わずにつついに食べさせてみようと思います。味がわかる男と言われていますが、それが本当か検証してみましょう。それでは早速どうぞ。コンビニに来たんですが、なんとじゃじゃーん、ペヤング焼きそばポテト。焼きそばのポテト味、どんな味ですかね。ちょっと変わっているので、つついに食べさせてみようと思います。じゃじゃーん、ペヤング焼きそばポテト、早速作ってみたいと思います。パッケージを開けて、これ開け口がないですね。あ、ここから開けてみて、はい、開けます。中に入ってるものを出します。で、火薬を入れてお湯を入れます。3分待ちます。3分経ちました。お湯を捨てます。湯切りをしたらば、焼きそばソースをかけます。混ぜ、よく混ぜて、ふりかけをふりかけます。完成。こんばんは。こんばんは。今日はペヤングの変わった味を発見したので、何味か当ててみてください。食べて。はい、つついさんの味覚コンテスト。イエーイ。ハロー YouTube。 これ俺がやる必要あるの？つついさんが味の分かる男だっていう噂を聞いたんで、どれぐらい味が分かるのか検証してみたいんですよね。じゃあやってみようか。はい、完璧だと思うけどね。食べれば分かる。じゃじゃーん、これ匂いとかで当てていい？あれなんだこれ。これ何？普通のさ、ペヤングじゃないわけ？変わった味です。辛いとかないよね。食べてみてください。ん？これ普通のだよ。ん？何味でしょう？拾えないなぁ。、いや、これ絶対普通のだって。全然拾えない。歯に青のりついてますよ。取った方がいいですよ。いや、取るよ。取った方がいいよ。どうだ、大丈夫？はい。なんだと思いますか？全然わかんないね、これ。全然わかんない。これさ、普通のやつを食べさせて惑わしてるんでしょ？いやいやいや、違いますよ。そうなの？はい。え、じゃあ絶対的になんか味があるわけね。そうです。いや、ギブアップでしょうか？なんか言ってみてください。納豆、大豆、豆乳と豆っぽいな。はい、ブブー、ギブアップ。正解なの？ペヤングポテト味。はなにこれ。え、ポテト？はい、じゃがいもってこと？あ、なんか入ってる。これがポテトってこと？だってソースかかってるさ。これが？じゃあ俺も入ってる。じゃあこれポテト入りソース焼きそばじゃない？ってこと？あ、ポテトだ。このちっちゃいポテトだ。この味の感想を言ってみてください。うまい。美味しいですか？あ、ポテトっていうのが分かったらば、はい、よりうまく感じるようになったね。食べながらずっと不安でさ、
でもこれポテトなんだよって教えてくれたらば、急にね、味がね、うまくなった。500倍ぐらい。イエーイ、うん、あ、これ美味しいかも。いきなり、ポテト。うん、超ポテト。うん、じゃあ、美味しいってことで、いいですかね。不思議だね。ありがとうございます。味がわかる男も、味がわからないことがあるんですね。でも答えがわかったら味をわかっていたので、味がわかる男なのだと思います。まあ今回は急だったので、また次回検証するチャンスをあげてみようかなと考えています。この動画を見ていいなと思った人はいいねボタン、悪いなと思ったらバッドボタンを押してくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してね。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。これが、これが、これが、これが。ビヨーン。